木曽崎町立図書館は、三重県桑名郡木曽崎町西大岸寺にある公立図書館。2018年1月7日に木曽崎町役場教育文化棟の1階に設置された。木曽崎町の特産品、トマトに関する資料を集めたコーナーを持つ。木曽崎町立図書館の開館する前は、1988年2月に、竣工した。 基礎先調律北部公民館図書室が図書館機能を代行してきた。図書室では新館北部公民館図書室だよりの題名で広報基礎先内に新館案内を毎月連載し新図書館開館に向けて図書購入を進めていた。2017年9月1日に新図書館への移転準備のために閉室した。ただし閉室後も新聞、 雑誌の閲覧と雑誌の貸し出し業務については、新図書館開館まで継続した。閉室直前の図書室は3冊まで15日間借りることができ、8時30分から17時まで開け出していた。閉室後の図書室は図書館機能はなくなるものの、生涯学習活動に利用できる施設に転用される予定である。基礎崎町では役場庁舎が老朽化し、 耐震性に問題があったため、2011年より新庁舎建設を検討し、図書館やホールも併設することを決定した。2014年6月に実施されたパブリックコメントでは、教育文化旨は不要とする意見が2件寄せられたが、社会教育関係者の方々からの強い要望があり、建設委員会で議論を重ねた施設であるとして、計画続行の姿勢を示した。 2015年6月26日には、第1回基礎先町図書館活性化委員会が開かれ、図書館設置に向けた準備が進められた。2016年12月に役場の旧庁舎が解体され、その跡地に教育文化棟を2017年1月に着工、同年12月24日に竣工し、内部が公開された。当日は、 教育文化棟内に整備されたばかりの町民ホールで、竣工記念式典が開かれ、基礎先町長の加藤隆や三重県知事の鈴木、秀田から170人が出席した。また図書館の利用カード発行の先行受付も実施された。一般の利用開始は、年が明けた2018年1月7日となった。開館記念として、 木礎先町民からおすすめの本を募り、それをまとめた冊子、私のおすすめするこの一冊が作成、配布された。北部公民館図書室から木礎先町立図書館への移転により、増書数の増加が予定されている。北部公民館図書室を移転、拡充して開館した図書館であるが、 北部公民館図書室時代の利用カードは使用できず、新規に利用登録が必要である。トマト資料コーナー図書館は、木曽崎町役場教育文化棟の1階にある。教育文化棟は、鉄筋コンクリート構造3階建ての建築物で、延べ床面積は1550平方メートルである。三重県産の木材を多く用い、図書館部分の天井口は約4メートル取ったことから、 温かみと開放感のある空間となっている。館内には、木曽崎町に大きな被害をもたらした伊勢湾台風に関する資料、木曽崎町の特産品であるトマトに関する資料を集めたコーナーがある。開館したばかりの2018年1月より、住民が組織した木曽崎子ども未来塾が木曽崎町立図書館を会場に月2.3回のペースで、 中学生向けの学習支援事業を行っている。対象教科は英語と数学で、現中学校教員らボランティアが中学生らを支援する。同年3月までは思考的実施であったが、4月より本格実施となった。ありがとうございます。